これで私も大金持ち。このレアカードがお金に変わるんだ。転売が悪いなんて言われてるけど、こんなの誰だってやってるし、買う方が間抜けなのよ。なんでレアカードのはずだったのに。大金持ちになるはずだったのに。大金持ちどころか借金まみれじゃない。どうしてくれるのよ、どうして。私の名前は京子、27歳。コンビニで店員をしている。3年前まで OL をしてたけど、なんだかバカらしくなって辞めた。なるべくなら働きたくないし、楽して暮らしたい。なんかいいお金儲けないかな。京子、お待たせ。私も今来たところだから。さきは私が OL していた時の友人だ。京子、まだコンビニでバイトしてるの？そう、気楽なバイト生活。でも将来のこととか考えた方がよくない？めんどくさい。責任の重い仕事しても大した給料もらえないじゃん。でもこのままじゃ。いいのいいの、そのうち何か一発当てるから。それまた新しいブランドじゃない？これ実はネットで買ったの。ネット？そう、オークションサイト。古いやつを売ったお金で買ったの。ネットフリマってやつ？そうそう、京子もやってみれば。なんかめんどくさそう。お金がない。いくら気楽がいいからってフリーターじゃな。でもガツガツ働きたくないし。あ、そうだ。OL 時代のブランド品売ってみようかな。登録して写真を撮って少し使用しましたが傷などはありませんと。よし、これでいい。どうせ中古品だしあんまり期待できないな。嘘でしょ。もう即決されてる。かなり高めに金額設定したのにこんなに高く売れるの？服とか靴も売っちゃおうっと。いらっしゃいませ。あれから売れるものは売った。確かに少し儲けたけど、もう売るものはないし、もっと稼ぎたいのよね。てかさ、高くない？確かにスーパーで買えばこの半分だけど、コンビニぼったくってね。ありがとうございました。ギャルの言うことも一理ある。スーパーで買ったお茶をコンビニで売ればその差額が儲けになる。そうだ、安く買ったものをネットで高く売ればいいんだ。転売ってやつ。でもどんなものが高く売れるんだろう。大儲けできるようなものって。お疲れ様です。キモート。品出ししてきます。僕のスニーカーが。何よ、どうせ汚いくせに。これは限定モデルなんだ。限定？いくらよ？18万円。え、この靴が？そうだ、靴なら売れるんじゃん。売れる。高値で売れる。すごいすごい。どんどん落札されてく。このままいけば私は大金持ちよ。コンビニで働くなんてバカらしい。それからも私は希少なブランド品や芸能人御用達のアイテムなどを転売してはお金を稼いでいったが、ダメだ、売れる商品がない。アパレルは流行り廃りがあるし、需要が低下するとプレミア価値もなくなる。もっと他に売れるものは？もっとプレミア価値が高いもの。見つからない。これっていうお宝商品、一攫千金できるレアアイテム。ダメだ。お疲れ様です。出た、キモだ。こいつと休憩か。息止めとこ。キモ。何か見て笑ってるんですけど。あれは？ねえ、それ何？知らないんですか？これは有名なゲームのカードですよ。知らないし。とても貴重なレアカードなんです。レア？そうです。一般人には到底手に入れることのできないお宝。いくらよ？1 1枚10万円はします。10万?これだ。これが私の探していたもの。すぐに私はレアカードを調べ尽くし、あるカードに狙いを定めた。間違いない、これだ。かなりの値段で取引されてるけど、これまでの流れだと絶対に値段が上がるはず。でも元手がない。カードを買うお金がない。絶対に値上がりするのに、間違いなくお金持ちになれるのに。こうなったらこれで私も大金持ち。私は消費者金融でお金を限度額100万まで借り、カードを買い占めた。このレアカードがお金に変わるんだ。転売が悪いなんて言われてるけど、こんなの誰だってやってるし、買う方が間抜けなのよ。コンビニのバイト辞めたんだって？だって真面目に働くなんてバカらしいし。でもどうやって暮らしてくのよ。それがもうすぐお金持ちになれるんだ。お金持ちに？さあ、もうそろそろかな。かなり寝かせたから。よくわからないけど、ちゃんと働いた方がよくない？勤勉な咲ちゃんにはお金儲けが理解できないか。そんなうまい話はないよ。それがあるんだって。生活費も尽きてきたし、そろそろ売り時かな。え、レアカードが大量生産？待って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 。なんでレアカードのはずだったのに。大金持ちになるはずだったのに。大金持ちどころか借金まみれじゃない。どうしてくれるのよ、どうして。どうしよう。カードが全部売れ残って借金だけが残った。消費者金融に返すお金もない。バイトも辞めちゃったし。誰でも貸しますニコニコ金融？即日融資、保証人不要か。フリーター大歓迎ってあるけど無職だしな。それにこれってやばいところじゃない？怖い人たちがやってるような。でもそんなこと言ってられない。どこも借りられないんだから、試しに電話してみよう。はい、ニコニコ金融。あのチラシを見たんですけど。毎度あれ、仕事は何してるの？それが今は無職で。無職？やっぱり無職には貸してくれないよね。とりあえず事務所に来てくれる？え、無職でも借りられるんですか？うちは誰でも貸すのが売りだから。じゃ、すぐに行きます。さっき電話したものですけど。なんなのここ。やっぱりやばいところじゃない。特にこっちを睨んでる人。10万円。え、10万円即決。ただし利息は都一。都一？10日で元金の1割って意味だよ。10日で1割？そんなのぼったくりじゃ。なんだとてめえ。基本は都三や都五だ。都三？10日で3割。じゃ、都五は10日で5割の利息を払うわけ？うちは良心的なんだね。確かに都三や都五に比べたら都一は安いかも。1万円くらいなら返せるか。それでカードローン払って残りで何か転売すれば。借金の理由は？理由？なんで借金ができたか兄貴が聞いてるんだよ。それは転売で。転売？でもまたレアアイテムが出たらすぐに大金持ちになるから。俺も昔はフィギュアの転売で稼いでた。せいぜい頑張りな。ただし返せなかったら覚悟しとけよ。ダメだ、いい商品がない。もっとプレミア価値が高くて希少で宝物みたいな。え、フィギュア？コレクターの間で話題になってる。そういえばあの男もフィギュアって言ってた。お金は惜しみませんだって。これだ、これを転売すれば。でもお金がない。フィギュアを買う資金さえあれば一発逆転できるのに。もうこうなったらなんだてめえが何の用だ。返済日はまだだな。それがお金を貸してください。金だ、まだ借金まるまる残ってんのにいい度胸してやがるな。違うんです。いいフィギュアを見つけたから、それさえ買えばすぐに借金は返せます。お願いします、お金を貸してください。てめえは10万が限界だ。とっとと帰れ。そんな。まあ待て、金なら貸してやる。本当に兄貴いいんですか。俺もフィギュアは嫌いじゃないんでね。500万貸してやろう。500万円。やった、それだけあればフィギュアを買い占められる。ただし何か担保が欲しい。担保？何のため？うちの会社の保険に入ってもらう。保険って私を殺そうっていうわけ？心配するな、フィギュアで儲けて完済すればいいだけの話だ。そうよ、すぐに完済するから応援してるぞ。よし、これで出品して完了。きっとすぐにでも入札が入るわ。でも明日の楽しみにしておこう。起きたら完売してるはず。私は大金持ちよ。よくねだ。フィギュアはどうなってるかな。まずヤクザの借金を叩き返して、それから旅行にでも行こうかな。どうせなら海外がいい。パーッと豪遊して。え、どういうこと？なんで一体も売れてないの？そんなバカな。このフィギュアはすごいプレミア価値が高いって。それなのにどうして？それから数日経っても入札が入ることはなかった。どうしよう。今日は返済日当日だから50万も返さないといけないのに、そんなお金あるわけない。あいつらきっと取り立てに来る。出てこい。やばい、殺される。後ろから逃げないと。もうやるしかない。一個下の階に行けば無理やり開けるぞ。早くしないと。よかった。助けて。お金はどうにかする。さすが兄貴っすな。まんまと引っかかるとはな。あのフィギュアの記事を流したのはこの俺だよ。バイト終わるまであと3時間もあるよ。マジ眠い。丸面12ミリ。番号で言ってもらえます？お前それでコンビニの店員かよ。コンビニの店員ならタバコの銘柄ぐらい頭に入れろバカ。タバコなんて吸ってるバカに言われたくないね。私の名前は京子。家の近所でコンビニのバイトを始めてもう5年。月の手取りは11万円ほどだ。そんな額じゃ好きなものも買えないから、私は母の財布からちょこちょことお金を借りていた。あれ？お金ないじゃん。なんで下ろしてきてないのよ。このカードってクレジットカードってやつだよね。使えるのかな。私は試しにネットショッピングをしてみることに。すると、お、余裕で買えちゃった。すっごい。なんだ、このカードで散財すればよかったのか。このカードいただき。母はボケ気味なのでカードを盗まれたことに気づきもしなかった。カード会社から送られてくる明細は母が見る前に破って捨てた。私は母のカードで今まで買えなかったものを買っていった。こんな気持ちのいい買い物をするのは初めてだ。今までは使えても3万円程度だったのに、一気に10万円単位のものが買えるんだもの。わあ、今季のアウターかっこいい。12万円か。カードで支払っちゃおうっと。ところが、あれ？カードを受け付けない。なんでよー。ある日急にカードが使えなくなった。それだけじゃない、母の妹の照子おばさんが家にやってきた。京子、あんたね、お母さんの財布からカードを取ったのはちょっと借りただけだよ。70万円の請求が来ていたけど、それのどこがちょっとなの？それはお母さんがボケているのは知っていたわよね。なのに泥棒みたいなことをするなんて。だって私お金ないんだもん。私がお金稼げないのはお母さんの教育が悪いからでしょ。私は悪くない。甘えるのもいい加減にしなさい。とにかくお母さんはホームに入れるから、お金は今後一切渡さないので、就職するなりなんなり稼げる方法を探しなさい。そんなこうして金づるだった母はいなくなってしまった。カードもゴミ同然になり、私は仕方なくフリーターのバイトを増やすことにしたのだが、あと2時間。だるー。時給900円じゃやってられないっつーの。はあ、12万円のアウター買うために私はあと何時間働けばいいのよ。働けど働けど貧乏。あー、やってらんない。魔法のカードが欲しい。お母さんのカード最高だったな。カードを差し出すだけで何でも買えちゃうんだもん。幸田さん、ずいぶん楽しそうですね。限定のフィギュアを頼んだんだ。はーい、決済してちょ。わかりました。お支払いは現金ですか？カードで。カード。幸田さん、カード持ってるんですか？うん、持ってるよ。なんで幸田さんもフリーターですよね。うん、フリーターでも余裕でカード作れるよ。本当ですか？カード作りなよ。審査の甘いところ教えてあげるからさ。こうして私は幸田先輩から審査の甘いカード会社を紹介してもらい、カードを作った。うわー、すっごい。私でもカード作れた。でも上限金額は30万円だった。やっぱりフリーターだからだろう。30万円枠があるなら12万円のアウターも買えるし、全然 OK。 さ、買い物。あー、気持ちいい。12万円のアウターを着てる私、今日は靴も買っちゃおうかな。なんたって30万円も枠があるんだし。そこのお姉さん。私？素敵なジャケットですね。そう？てかお姉さん、めっちゃ俺のタイプ。よかったらこの後飯に行きませんか？タイプって言われちゃった。でも私急いでるから。お姉さんみたいな人逃したくないです。じゃあ LINE 交換だけでも。初めてナンパされてしまった。それもこれもやっぱりいいもの着てたからだよね。あのあと靴もバッグも新しくしたし、私ってどこから見てもいい女。あ、そうだ、こないだネットでお気に入り登録だけしたパンツも買おうかな。足長効果があってすっごく素敵だったんだよね。また使えないの？もう30万円なんてあっという間だな。そういえば幸田さんはいっぱいカード持っていたっけ？そっか、またカードを作ればいいんだ。そうすればまた買い物できる。カードの支払いは全部リボ。リボというのは毎月の返済額を自分で決めることのできる魔法のようなシステムだ。30万円使っても月々の支払いは 9,000 円で OK なのだ。これなら楽勝。たかし。京子さん。ってそのバッグかわいいね。京子さんはスタイルいいしかわいいし何でも似合うね。もう上手なんだから。たかしくんは何欲しいの？今日もいいの？じゃあ俺 T シャツが欲しい。そんな安いのでいいの？限定モデルだから4万円するよ。まあしょうがないな。さすが社長令嬢様。ナンパで知り合ったたかしには私は社長令嬢なのだと嘘をついた。だってお金持ちごっこって想像以上に楽しいんだもの。お金持ちのふりをしてお店に入り、紅茶やチョコレートなどでもてなされる時が快感のマックス。毎日の辛い出来事がパーッと浄化されるのよ。そんなある日のことだった。はい、もしもし。こちら難点カードのものですが、京子さんでしょうか？はい、そうですけど。何？今月引き落としができず、カードの支払いが未納になっています。今すぐ振り込んでいただけますか？は？え？カードの支払いが未納？そんなバカな。私の口座には5万円入っていたはずですけど。他のカード会社さんからの支払いと被っていませんか？その場合引き落としできなくなるので。ちょっと確認してみます。信じられないことが起こった。何枚ものカードで限度額いっぱいまで使っていたせいで、リボ払いにしても月々の支払いが7万円になっていたのだ。どうしよう、お金作らなきゃ。店長、どうしたの？あのバイトのお給料前借りしたいんです。前借り？50万円でいいですから。あのね、50万って大金だよ。その額払い終えるまでに何時間働くと思ってるの？そんな聞いてたよ、さっきの。ああ、幸田さん、どうしよう。私リボ払いが返せないの。そういう時はとりあえずお金借りて返しちゃうといいよ。だってお金貸してもらえなかったもん。消費者金融に行くのさ。一社で50万円は無理かもしれないけど、何社も回れば50万くらいすぐに手に入れられるよ。そうなの？私やってみる。消費者金融ってなんだか怖いイメージがあったけれど、すぐにお金を借りることができた。なんだ、お金を借りるってこんな簡単なことだったんだ。面倒な手続きもなかったし、小言を言われることもなかったわ。とりあえず7万円は返してっと。残りの43万円はひとまず生活費にしよう。生活水準だけは落とせないもんね。やばい、また7万円支払わなきゃいけないんだ。どうしよう。消費者金融回ってみたけど、もう上限額いっぱいって言われちゃった。そうだ、売ろう。バッグやアウターを売ればいいんだ。5000円ですね。はあ、何言ってくれちゃってるのよ。このアウターは12万円もしたのよ。はい、でもこちら醤油かワインと思われるシミがべったりとついていますので。シミくらい何よ、着るのに何の問題もないでしょうが。ケチくさすぎるわよ。むしゃくしゃする。結局バッグも服も全部売り払ってなんとか7万円工面できたけど、来月からどうすりゃいいのよ。もう売れるもの何も残ってない。お疲れ様です。シフト増やすか。あ、間違えて幸田さんのロッカー開けちゃった。うそ。ご融資額の繰り上げ返済ですね。はい、全額返します。気持ちいい。全額返済。この調子でみんな返しちゃおうっと。その後は店はバックレだな。ちょっと遠いところでまたバイト始めようっと。ごめんね、これは返してもらうね。痛かった？たかしのためなんだ。たかしのため。もうお前の末路は決まってる。売られるの？逃げ回ったせいで利息がとんでもない額に膨れ上がっているからな。そんな自業自得ってやつだ。でここを翻訳すると、つまんない。私はマリカ、22歳の大学生。本当は大学なんて行きたくなかったけど、母親の手前こうしていやいや通っている。おいそこ、聞いてるのか。え、私？そうだ、さっきからあくびばっかりして。それはあんたの授業がクソつまんないからよ。なんだって？聞こえなかった？クソつまんないって言ったの。それなら今すぐ出ていけ。なんだったらやめてやるわよ。私はね、あんたらみたいな低俗な貧民とは違うのよ。マリカ、大学は？ああ、やめた。え、やめた？どうして？何の役にも立たないじゃない。そんなことないわよ。大学に行っておけば。お母さんみたいにシングルマザーで朝も夜もバカみたいに働いて何の楽しみもない人生を過ごせるってわけ？それは自分が大した人生歩んでないのに偉そうに説教しないでくれる？せめてちゃんと働きなさい。働きもしないって言うならうちに置いておけないから。何よそれ。いいわよ、こんな家出てってやるから。マリカ、こんな豚小屋みたいな家、親ガチャ失敗したわよ。ふん、何よ、私は一人でも立派に生きていけるんだから。そこいらのやつとは格が違うのよ、格が。この私のことを放っておけないはず。歩いてるだけで今に声がかかるはずよ。お姉さん、ほれ来た。モデルって興味ある？モデルか。パリコレとかなら出てあげてもいいけど。モデルって言ってもの方だけど。はあ、ふざけないでよ。じゃあキャバはどう？私クラスの女がなんで男に媚びを売らなきゃいけないのよ。何よ。よかったら食事でも。あのね、私はそんなナンパに引っかかる安い女じゃないの。いや、ただ僕は君と食事がしたくて。もちろん食事代とお小遣いもあげるよ。お小遣い？さあ1万円でどうかな。マリカ、お腹空いちゃった。佐藤さん、またねー。ただご飯を食べただけで本当に1万くれた。の誘いもなかったし、私が求めてたものはこれよ。それから私は本格的にパパ活を始めた。臭くてキモい親父と食事をするのは拷問に近かったけど、どんどん生活が潤っていく。やっぱり私は特別なの。あくせく働くなんてバカのすることよ。いっぱい買っちゃった。早くインスタにアップしないと。次のパパ活まで時間あるし、カフェにでも入ろうかな。パチスロか、一回やってみたかったんだ。庶民の遊びをたしなむのも大切よね。すごい人、みんな怖い顔してなけなしのお金をつぎ込んでるのね。かわいそうな人たち。ここにメダルを入れて押すのよね。それで7が揃えば。やだ、当たった。やっぱり私は特別なのよ。マリカちゃん、なんだか元気ないね。うん、あれから私はスロットにはまり、パパ活のお金を全てつぎ込んでいた。買ったブランド品を売り払ったけど、もう軍資金がない。佐藤さん、ちょっとお金を貸してくれない？お金っていくら？マリカ、佐藤さんのために綺麗になりたいの。だからエステ代として50万円くらい。50万円ってそんなお金ないよ。そんなはした金も用意できないの？この私がご飯に付き合ってあげてるのにどういうこと？カードローンを組むとかは？カードローン？でも私働いてないし。貸せない代わりに職場の工面ならしてあげるよ。カードローンか。お願い神様、私は特別なんだと証明して。あっと、激アツだったのにふざけるんじゃないわよ。私はこいつら庶民とは違うんだから。しかし瞬く間にお金が底をつき、あっという間にカードが4枚になった。どうしよう、借金の総額が200万円。パパ活だけじゃ支払いが追いつかない。マリカちゃん、よかったらホテルに。ホテル？多めに払うからどうかな。応じれば支払いはできる。全員に処女だって嘘をつけば借金もすぐ完済できるかもしれない。僕はマリカちゃんのことが好きなんだ。私は佐藤さんのこと。誰がお前なんかと寝るかよ。整形して出直してこい、この豚野郎。この私があんなやつと寝るわけないでしょ。豚の交尾じゃあるまいし。はー、イライラする。スロット打ちたい。でもお金がない。誰こいつ。ここでお金を借りられるっていくらだ。兄貴がいくら借りたいのか聞いてるんだよ。 DM って闇金だったの。50万くらい。いいだろう。ただし利息は都一だ。都一 ?10 日で1割って意味だよ。高っ。なんだぼったくりじゃないの。嫌なら他を当たれ。どうすんだよ。兄貴は忙しいんだよ。利息は高いけど買ってすぐに返したら問題ないか。借ります。借ります。貸してください。何よ、借りてやってる私の方が上なんだから。お前まさか借りてやってるなんて思ってないだろうな。もし返さなかったらその時はきっちり落とし前つけてもらうからな。何が落とし前よ。たかが闇金のくせに結局私の利息で食べてるだけの底辺でしょ。この私が生かしてやってるのよ。やったー、これで叩き返してやるから。待ってなさい、クソ闇金め。あんたさ、どうすんの。元金が100万まで膨れ上がったな。もう少し待ってください。それで払えんの。手っ取り早く店に行くか。あんたなら若いからすぐ完済できるか。それだけは嫌。じゃあどうすんだよ。あんた母子家庭で育ったらしいな。どうしてそれを。兄貴には何でもお見通しなんだよ。体を売りたくなけりゃ方法は一つしかないな。お母さん、闇金に100万円なんて、なんでそんなことに。ごめんなさい。カードローンも200万円あるのね。でもそっちは自己破産するから。自己破産だけど闇金だけは破産しても追いかけてくるって。そう、分かったわ。これマリカが結婚する時に渡そうと思ってコツコツ貯めてたの。100万円ある。それで闇金の借金を払いなさい。お母さん、ここに戻ってまたやり直せばいいわ。ありがとうお母さん、ありがとう。あ、よかった。これで闇金に追われなくて済む。あとは自己破産して、これを機に心を入れ替えて。ダメよ。俺はダメ。お母さんが私のために貯めてくれたお金だもん。それに闇金に払わないと大変な目に遭う。だからダメ。でも少しくらいなら10万もあれば当たるから。それでお母さんに洋服でも買えば親孝行になる。なんで10万だけ、10万だけってもう打ち続けて3日。もうお金がない。おい、どこだ。返済日とっくに過ぎてんだろ。それはまさかこのまま逃げよってんじゃないだろうな。違います。もし飛ぶって言うんなら落とし前つけてもらうからな。どうしよう。捕まったら何されるか。もし飛ぶって言うんなら。そうだ、なんでもっと早く気づかなかったの。闇金なんて払わなければいいのよ。あんな高い利息払う必要なんてない。このまま逃げちゃおうっと。もしかして山田さんですか。マリカさん。マリカです。うわー、かっこいい人でびっくり。うわー、想像以上の肝面でびっくり。でもまあこれも生きていくため。闇金から逃げた私は遠くの町でパパ活を始めた。そのお金でパチスロをし、元手がなくなったらある場所に向かう。いくら必要なの。とりあえず20万円くらい。うち倒産だけど大丈夫。10日で3割か。あんたよく知ってるね。本当に闇金借りるの初めて。あ、初めてです。そうやって嘘をつき借りては逃げるを繰り返していた。やったー、20万円ゲット。すぐに別の町に引っ越そう。指名手配じゃないんだから捕まることもない。闇金万歳。よし、今日は勝った。美味しいものでも食べよっと。やっと見つけた。え、なんで？いくつか闇金業者はつながってるんだな。もう逃がさねえからな。キャー！助けて！殺される！おい！人殺しよ！この人たち人殺しなんです。ちげえよ！今だ！待て！いやん！とにかく人混みに あれに飛び乗れば。なんちやがれ。お願い、捕まったら本当に殺される。間に合った。ほら捕まえてみなさいよ。バカバカ。あーよかった、逃げ切った。私は勝ち組なんだから。誰が勝ち組だって？え、なんで？とりあえず次で降りてもらおうか。どうして？あんたを探してる闇金は俺たちだけじゃない。あらかじめ周りを包囲してたんだよ。あんまり闇金をなめてもらっちゃ困る。私をどうするの？もうお前の末路は決まってる。売られるの？逃げ回ったせいで利息がとんでもない額に膨れ上がっているからな。そんな自業自得ってやつだ。私が体を売るなんて小汚いゴミくずを相手するの？それなら死んだ方がマシじゃない？え、撮影？そうだ、もうお客を取るくらいでは払い終わらないからな。を取るっていうの？そんなの耐えられない。私の体が世間に知れ渡るなんて。いやでも待って、これってチャンスじゃない？アダルト女優だとしても私の美しさに世間は釘付けになるはず。きっと話題になって人気者になるのも夢じゃないわ。どうも初めまして。え、この人が相手役？イケメンじゃない。やっぱり私に釣り合う男を用意したのね。今日はよろしくお願いします。かなり調子がいいみたいで。やだ、もう恥ずかしい。それじゃあ連れてきますね。連れてくる？何か大きな勘違いをしてるようだな。まさか違うわよね。この手のビデオは高く売れるんだね。嘘でしょ？闇金を払わなかっただけなのにこんな。後で払うつもりだったのに先延ばしにして完全に忘れてた。いつから払ってないんだっけ？時を遡ること10年前、俺は時給1200円の居酒屋で週3日間の5時間労働と時給1500円のファミレスで週2日間の16時間労働のダブルワークで生計を立てていた。この頃はどちらの職場でも社会保険の加入要件を満たしていなかったため、国民年金保険料の請求書が毎月届いている状況だったのだ。俺の名前は金原智也。高卒で19歳から飲食店のバイトでフリーター生活を送っていたが、20歳になると毎月国民年金保険料の請求書が届くようになった。国民年金の請求書か、まだ期限もあるし今度でいいな。おいおい、さっさと払った方がいいんじゃないか？俺は働いて一人暮らしをしてるから金の使い時を考えるんだよ。ハチみたいなお気楽学生が羨ましいよ。そのお気楽学生ハチ様のおかげで出会いの少ない智也にも女と遊ぶチャンスが回ってきてるんだろうが、今度のダブルデート車出してくれるんだろ？ガソリン代と高速代は請求するぞ。はいはい、智也は車もあっていいよな。だったらハチも買えばいいだろう。働いてりゃすぐ帰る。単位取りながらがっつり働くのはきついって。俺のバイト代はほとんど生活費に消える。フリーターは金があっていいよな。ま、俺が同年代よりも金を持っているのは事実だな。しかし俺がハチと一緒にワイワイ騒いで楽しめたのはハチが大学を卒業するまでの期限付きだった。大学を卒業した後ハチは一般企業のサラリーマンになって順調にキャリアを積んでいる。俺は相変わらずフリーター生活を送っていたが、今日は久しぶりにハチと居酒屋に来れてテンションが上がっていた。なあハチ、今度女の子たちを誘って遊びに行かないか？俺の休みは土日祝日だけなんだぞ。休みの日は家でゆっくり休みたい。土日でもいいぞ。シフトを調整すればいくらでも。友也はいつまでフリーターを続けるんだ。俺たちはもう28歳なんだぞ。なんだよ急に。俺結婚することになったんだ。なんだそれなら早く言えよ。奥さんになる人も一緒に。ごめん友也、昔の感覚で前と同じような付き合いを求められるのはちょっとしんどい。あ、そっか、そうだよな。わかった。友也は飲食店のバイトも長いし、飲食店なら正社員のチャンスもあるんじゃないか。ああ、考えてみるよ。おお、頑張れ。結婚式の招待状送ってもいいか？うん、待ってるよ。結婚式のご祝儀って3万円が相場だよな。俺に用意できるか？月収は約17万円、年収は約204万円。世間では低所得者層と呼ばれる年収だ。生活はギリギリで、予期せぬ出費があると消費者金融から借りているのが俺の現状だった。国民年金保険料の支払いはずっとしていない。後で支払おうと思って放置しているうちに気づけば8年間経っていた。昔は金を持ってるって羨ましがられてたけど、今じゃ完全に立場が逆転してるな。このままじゃやばい。俺はフリーター生活から抜け出すために本腰を入れて就職活動を始めた。そしてやっとのことで見つけたのが居酒屋の契約社員店長候補の仕事だ。居酒屋で働き始めてから1年以上経過し、俺はそれなりに重宝されるようになっている。月収は約26万円、年収は約312万円。フリーターを卒業してから年収が100万円以上も増えているため、生活は以前よりもかなり楽になっている。金原くん、お疲れ様。明日もよろしく頼むよ。店長にも気にかけてもらえてるし、もうすぐ正社員になれるかもしれないな。ピンクの封筒？また年金の催促か？年収が上がってから急に督促がしつこくなってきたな。あれ？でも内容が変わってる？最終催告状？8年間の未納付額158万円を納付しないと差し押さえの可能性もって。マジかよ。年金事務所から電話がかかってきたり、支払い催促の通知はこれまでにも何度かあった。しかし払わず放置していても特に不都合は起きていない。これまで何もなかったんだ。今回も大したことじゃないだろう。俺は差し押さえなど現実では起こらないと思っていた。だから支払いは無視し続けた。本当に督促状が来るとは。手を打たないと延滞金がかかる上に最悪財産の差し押さえって、やってることがヤーさんと同じじゃねえかと思ったものの、ここまで来るとさすがにヤバさも感じる。俺は年金事務所に行って免除申請を出すことにした。ところが一定の収入があるため免除はできません。ふざけんな！こっちは少ない給料で必死に生きてるんだぞ。150万もポンと出せるわけないだろ。毎月きちんと納付してくださっていればよかったのでは。お偉いさんは公然と脱税をしているのに、なんで俺たち国民だけ厳しく取り立てられなきゃいけないんだ。お気持ちはわかります。ですが決まりは決まりなので申し訳ありませんが、お力にはなれません。俺は払わないからな。将来もらえるかどうかもわからない年金のために支払うのは無駄。悪いのは俺じゃなくて国だ。半年後、俺は店長に呼び出された。何の話だろう。俺を正社員にしてくれるって話だったらいいんだが。忙しいのに呼び出してごめんね。もう分かってると思うけど、この流れは正社員採用で間違いない。給与の差し押さえが決まったから手取り額は減るよ。えって、年金事務所から差し押さえ予告通知書が来てたはずだよ。あった。でもまさか本当に実行されるなんて。まあ頑張って差し押さえ期間が終わるまではうちで継続して働けるようにしてあげるから。俺が国民年金保険料の滞納で給与を差し押さえられていることは職場で噂になっていた。それでも屈辱に耐えて3年ほどかけて滞納額と延滞金分の支払いを終えた。これでやっと差し押さえから解放される。頑張った俺、偉いぞ。金原くん、お疲れ様。残りの期間もよろしく頼むよ。はい、残りの期間というのは、あれ、話したと思ってたんだけど、金原くんは今回で契約終了なんだけど、あと1年契約社員で働いて無期転換申し込み権で無期雇用にしてもらおうと思ってたのに、どれだけ頑張っても報われない。こんなことなら金原くん、今月で退職させてください。もうやってられません。仕事を辞めた俺は実家に帰った。友也、いつになったら就職活動を始めるんだ。うるせえな。失業給付がもらえるのにすぐ仕事を探すのは損だ。取られたものを少しでも取り戻さんと割に合わん。あんた今年で33歳になるのよ。働いてない期間が長くなると再就職で不利になるんじゃないの？母さんの言う通りだ。わしたちだっていつまでも元気でいられるかわからないんだぞ。父ちゃんも母ちゃんもまだ現役で働くほど元気じゃん。老体に鞭打って生きるために働いていることもわからんのか。怒る元気があるうちは平気だろう。2人とも60代後半なのに共働きで年収が360万円もあってすげえじゃん。友也、あんたいつから働くのよ。もう失業給付の支給期間も終わってるじゃない。それで大人なんだからしっかり働いて自分の食いぶちぐらい稼ぎなさい。なんで大人だからって働かなきゃいけないんだ。働けば働くほど税金を奪われて損するだけなのに。でも払うべきものは払わないと。国民年金保険料今月分は、車の税金も来月までよね。父ちゃんと母ちゃんが払ってくれればいいだろう。いい加減にしなさい。あんたがいる分出費も増えて大変なのよ。だから俺が父ちゃんの扶養に入ってやったんだ。俺のおかげで少し取られるものが減ってるだろう。家族の国民年金保険料を支払うのは世帯主の義務だし。ふざけたこと言ってないでちゃんと就職しなさい。まったく、なんで同居してるだけで世帯主が連帯保証人みたいな立場にならなきゃいけないんだか。文句を言うなら国に言え。俺たちが大変な目に遭っているのは政治家のせいなんだからな。だからって行動も起こさず文句を言うだけじゃ何も変わらないわね。あんたはまず働きなさい。実家にいれば何もしなくていいし好きなことだけして過ごせるんだから働くわけねえだろ。シャキスト市鮫島区で親子2人暮らしだった当時46歳の長女が81歳の母親の亡骸を3ヶ月ほど放置した容疑で逮捕されました。署によると母親は持病があり、うちみたいね。人事じゃないな。どこが？友也、お前はいつまで小童子生活を続ける気なんだ。もう10年以上社会に出ていないだろう。別に困ることないし。もし私たちが病気で急にあの世行きになったらどうするの？持病とかないだろう。続いて代理婚活の話題です。近年参加者が激増しており注目を集めています。親が結婚相手を見つけてくんのか。時代が変わったな。結婚する気があるなら私が言ってあげるわよ。マジ？だったら外見は重視しないから金持ってそうな女探してきてよ。あら、結婚する気あったの？父ちゃんと母ちゃんに働け働けって言われるのにうんざりしてんだよ。いつまでも親のすねかじりをしようとするからでしょ。この際出ていくきっかけになるなら何でもいいわ。一言多いんだよ母ちゃんは。結婚も出会いがなかっただけで、ハチが結婚した時から機会があれば俺もいずれはって思ってたよ。懐かしい名前ね。昔はハチくんから毎年年賀状が届いてたのに、友也が返事をしないからついに来なくなっちゃったのよね。いろいろあってなんか疎遠になった。そんなもんだろ。あんたはもう少し身近な人を大切にすべきだと思うけどね。自分が楽することばかり考えてうまくいかなくなるとすぐ周りのせいにするからよくないのよ。それから数ヶ月後、お見合い話が俺の元に届いた。マジで代理婚活に行ってきたのか？智也の気が変わらないうちに動いたのよ。それでね、智也と同い年の初婚の女性のお母様がいて、感じのいい人だったわ。娘さんもバリキャリで真面目な方みたいでね。ほーん、バリキャリね。相手の女性、智也の写真を見てすごく気に入ってくださったそうよ。写真見せて。はい、ルミ子さんっていう名前で。なんだよこの女。年収は700万円くらいあるそうよ。すごいわよね。会ってみる。まあよかった。それじゃあ来週の日曜日に料亭で。顔は好みじゃないが、金を持っている女なら相殺できる。智也さんは素敵。あはははは。うう想像以上にきつい。だがスタイルはいい。顔さえ見なければどうとでもなる。智也様はどうして私と会おうと思ってくれたの？男に負けないくらい仕事ができて、とても真面目な女性だって聞いたから気になって。写真の笑顔も印象的で忘れられなくて。まあ嬉しい。どぎつい顔だったからな。夢に出てきて1週間うなされた。私も智也様の写真を見て一目惚れでした。こんなに素敵なお方がまだ独身だなんて、きっと運命の赤い糸で結ばれていたのね。この女、頭は大丈夫なのか？熱心の足りない女の方が丸め込みやすいから助かるっちゃ助かるが。結婚します？しますよね？もちろん。嬉しい。じゃあこれ入籍届にサインをして、今日中に役所に提出しましょう。あ、これ本物のお花畑女だ。年齢イコール彼氏なしで妄想で生きてきたんだろうな。男と肉体関係も持ったことないタイプにありがちなってことだから、役所に入籍届も出してきた。ああ、そりゃ出て行ってほしいとは言ったけど、物事には順序ってものが。もう40過ぎの男と女だぞ。俺これからはルミ子のマンションで生活するよ。荷物の片付けと整理くらいはきちんとしていきなさい。今日はもういいけど、できるだけ早く荷物引き取って、あと郵便局に住所変更もきちんと出しておきなさいよ。やっと切った。望み通り出て行ってやったのに、文句が多くて鬱陶しいな。ともやさま、あなたのルミ子が戻ってきたぞ。うわー、どうしようかな。これ顔見なければ耐えられるって思ったけど無理かな。私初めてだから優しくしてね。このデカさなら顔は見えないな。問題なし。俺はその日数十年ぶりに女を食った。このスタイルと年収ならかなり恵まれた結婚だったと言える。高級マンションの名義はルミ子だし、光熱費などの引き落としも全てルミ子の口座になっている。ここで生活すれば俺が生活費を負担することはほぼないだろう。ルミ子は本当に有料物件だったん。しかしそう思えたのは最初の1週間だけだった。智也様、起きて。仕事前にもう一戦しようよ。冗談だろ。昨日も10回以上やらされて、再起不能になったらギンギンドリンクまで飲まされたってのに、まだやれって言うのか？智也様、早く。ルミ子と結婚してから1週間で何十回やらされた。ダメだ、このままだと俺が屍になる。俺はルミ子の底なしの欲望から逃れるために深夜まで営業している居酒屋のアルバイトスタッフになった。営業時間は17時から深夜2時まで、ルミ子の仕事は7時半から16時15分まで。お互いの仕事の開始時間をずらすことで夜の生活を極力減らしたのだ。智也様、今日も遅いの？ごめんなルミ子、今度休みがあったらドライブでもしよう。わかった。これ愛妻弁当。いつもありがとうな。行ってくるよ。早く帰ってこれたら子作り頑張ろうね。子供なんざいらん。たく何が愛妻弁当だ。職場でまかないが出るからいらねえんだよ。ルミ子は俺に金を出せと言わない点だけいい女だ。でもやるのはやっぱり美女に限る。結婚してから国民年金保険料の請求書も車の税金の請求も来ない。最高だ。俺は居酒屋のアルバイト代をほぼ女遊びに使い、金に余裕がある時はパチンコで時間を潰すことが日課になっていった。母ちゃん、こんな時間になんだよ。早く郵便局に住所変更届を出しなさい。いつまでもうちにあんたの郵便物が届いて迷惑なのよ。分かったよ、そのうちやっとく。しかし俺は住所変更届を出すのを忘れ、そのまま1年半の歳月が流れた。ある時、俺宛てに一通の郵便封筒が届いていた。それは昔見た覚えのある赤い封筒だった。なんでまた差し押さえになってるんだ。国民年金保険料の請求書は届いてないのに。差し押さえられたのはほとんど残高の残っていない預金口座と10年落ちだが20万円の査定額がついた愛車だった。未納額は約29万円。差し押さえが解除されたのは預金口座からの引き落としと車の現金化が済んでからだった。それと同じ時期にルミ子が面倒なことを言い出した。智也様、不妊治療しましょう。はっ？だってやっぱり2人の愛の結晶が欲しいし、私いろいろ調べてみたの。妊娠率は気持ちよくなればなるほど上がるらしいの。それどこ情報だよ。ネットの産婦人科医のコラムに書いてあった。でも年齢のせいか最近智也様の息子は元気がないし、私も突き上げられてもあんまり気持ちよくないっていうか仲折れしちゃうでしょ。仕方ないだろ、ルミ子相手じゃなえるんだから。不妊治療には男女の協力が不可欠だし、智也様の息子で私がもっと気持ちよくなれるように肉体改造も必須だと思うの。は？息子をメスでスパッと切って長くして奥に当たるようにしたり、中にイボイボを入れて刺激をあげたり、いろいろできることがあるらしいから試しましょう。その上でタイミング療法も取り入れて。俺は絶対に嫌だ。切るとか入れるとか物騒なこと言うな。夫婦で協力しないとダメなの。私がどれだけ智也様のことを愛してるか知ってるでしょ。最近夜の相手もしてくれないし、ここらで一回仕切り直しとかないとよくないと思うの。この女は本気で絶対にやる気だ。一緒にお医者さん言ってくれるよね。断ったら俺の命が潰される。それではオペを始めます。智也、ちゃんと税金と国民年金保険料の支払いをしたのかしら。したんじゃないか。もう家には智也が住んでいないことをきちんと説明してきてから、うちには智也宛ての郵便物が届かなくなったし。そうね、ルミ子さんもついてるし大丈夫よね。やったー、ポイントゲットー。カード申し込むだけで5000ポイント。なんか美味しいものでも食べよう。カードも1枚だけじゃなくもっと何枚も。いやこれいやあ眠い。今何時だと思ってるんだ。別にいいじゃん、シフト昼からだし。シフトってただのアルバイトじゃない。この子はいい年してもう。うるさいうるさい。私は海野京子29歳、実家暮らしのフリーター。口うるさい両親とあと弟が働いてるんだから、あいつよりマシでしょ。だから余計にお前にはしっかりしてもらいたいんだ。そうよ、あなたがしっかりしてもらわないと。なんで私なの。引きこもりの弟なんか面倒見たくないから。弟の安男はもう10年引きこもっている。こいつに比べたら私はまだマシだ。380円です。カードであと領収書。めんどくせえな。これくらい現金で払えよ。何がカードでいいだよ。かっこいいとでも思ってんのか。最近カードのお客多いよね。スマホとかも増えたし。京子ちゃんカード持ってる？私現金主義なんだ。うん、それがいいと思う。あるとつい無駄遣いしそうで。でも今さ、カード作るだけでポイントもらえたりするよね。ポイント？そう、いいお小遣い稼ぎになるよ。これだ。普通のクレカなら知ってたけどリボ専用は知らなかった。カードを申し込むだけで5000ポイント、つまり5000円分ってわけか。申し込むのも免許証をスマホで撮影してあとは記入するだけ、わざわざ店頭に行かなくてもいいんだ。これで5000円ならいいかも。よし、これでいい。カード届いても使わなければいいんだもん。あくまで私はポイントが目当てだから。やったー、ポイントゲットー。カード申し込むだけで5000ポイント。なんか美味しいものでも食べよう。カードも1枚だけじゃなくもっと何枚も。結局私は4枚のカードを作った。ポイントの2万円はすぐになくなった。でもこれを財布に入れて持ち歩くのは危険だ。私は借金なんて無計画なことはしない。タンスの引き出しにでもしまっておこう。580円になります。はい、580円。え、嘘。そういや給料前だった。うわ、店員めっちゃ見てるし、このままなら無銭飲食。カードも使えますけど。いや私カードなんて、あ、じゃカードで。あ、本当に1万円しか引き落とされてない。これがリボ払いってやつか。どれだけ使っても月々の支払いは同じ。お給料も丸々残るし、なんだか得した気分。まだちょっとしか使ってないから洋服とか買っちゃおう。カードでカードでカードで。あー、リボ戦最高。ちょっと京子、また服を買ったの？あ、うん。まさか借金とかしてないだろうな。してないわよ。うちは安男があんなんだから、お前だけには真面目にやってもらわないと。分かってるって、シフトとか少し増やしたから。本当？本当だって。2人を旅行に連れてきたくて頑張ってるの。旅行に？そう、だって安男のことで苦労してるから。京子、あなたそんなことを？今度の休みに行こうよ。危ない、もう少しでカードローンがバレるところだった。使うつもりなかったのにいつの間にか100万も。26にもなってゲームばっかして、あんたのせいで私までしわ寄せ来てるんだから。まあ引きこもりだから私みたいに借金はしないだろうけど。あのさ、今度父さんと母さん旅行に連れてくんだけど、あんたも行かない？旅費は私が出すから。行かないだろうね。それならせめて日頃の迷惑っていうか感謝の気持ちとかさ、花を贈るでもいいし、なんかこう。金ないですよね。聞いた私がバカだったわ。お、そうだ、カードを作りなよ。スマホはあるでしょ。それでリボ払い専用のカードを作れば5000ポイント入ってくるの。店頭に行く必要もないし、誰でも簡単に作れるからさ。そのポイント使ってネットで何か買えばそれくらいならできるでしょ。わかった。お、私今すっごいいいことしたっぽくない？128円になります。カードで。申し訳ございません。こちらのカードは使えません。え、じゃこっちのだ。申し訳ございません。こちらのカードも。じゃこれで。申し訳ございません。もういいわよ。もうどれも限度額いっぱい。つまり総額が200万円。両親を旅行にも連れてったし、リボ払いで生活してたから給料も使っちゃってた。カードを使う予定じゃなかったのに。京子、この請求書ってカードローンじゃ。いや、それはやっぱりお前は借金してたのか。違うの、これはポイント欲しかっただけで。何がポイントだ。現に借金してるじゃないか。いや大丈夫だって、全部リボ払いだから。リボ払い？そうだから月々の返済額が少ないの。返してけばいつか終わるから。いつか終わるって利息があるでしょ。え、利息？お前まさか金利の手数料を知らずに借りたのか。手数料って何の？利息なしでお金なんて借りられないでしょ。え、そんなの聞いてないけど。バカかお前は消費者金融、しかもリボ払いならどれだけ利息を取られるか。返す金額が少なければ少ないほど返済期間が長くなって利息を多く払うことになるの。そんなの知らない。このまま10年払い続けて200万以上の利息だ。200万円？そうよ、それくらいの利息を払わされるの。せっかく安男が良くなってきたと思ったら。安男？あ、私あの子にもカードを。安男、ねえまさかカードを使ってないよね？リボ払いで使うとそのまま借金になるんだって。ちょっと聞いてるの？うわ、久しぶりに顔を見た。絶対に部屋から出てこなかったのに。ねえカードは使っちゃう？もうない。え？もう使った。使ったって何に？そんな大金一体何に使ったの？オンラインカジノ。安男、部屋から出てきたのか？お母さん嬉しいわ。すぐにご飯にするから。いらない。手伝ってくれるの？もっと欲しい。安男、何するんだ。もっと金をくれ。ちょっと何するのよ。もっともっと金をくれよ。部屋じゃ。そんな安男、やめて。ギャンブル楽しい。お願いお願いだからやめて。俺もっとギャンブルやりたい。殺さないで。うん、殺さない。保険金が欲しいから。保険金。2人を殺したのお前、借金を責められて逆上。違う。そしてお前自殺する。こんなのいや。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。